廃止は、福永武彦が1959年に発表した短編小説であり、本作を原作として1983年に公開された日本映画である。小説は、夫人の友7月号から9月号にかけて連載され、翌1960年、新潮社より刊行された単行本、廃止に収録された。 僕は10年前に卒業論文を書くために一夏を過ごした田舎町が火事で荒方焼けたという新聞記事を見て当時のことを思い出す。大学生だった。僕はおじに紹介されて掘り割りの多いこの町の旧家、貝原家へ行ったのだった。家にはおばあさん20歳前後の安子、若夫婦の直行と行くよがいるはずだったが安子の姉である行くよには 僕は広い家の中で一度も顔を合わせなかった。ある日母の墓参りに行くという安子について行った。僕は、その寺の一室で行くよと安子が滞座しているのを目撃する。二人は、僕に、直行は、衆という女を他に持っており、行くよはこの寺へ引きこもっていることを話す。やがて街で催された水神様の祭りで、僕は直行に出会い、行くよは、 自分が彼女を愛していることを信じようとせず、家を出てしまった。やりきれなくなった自分は、修と一緒にいるようになった、という話を、本人から聞く。傍らにいた修も、自分はしばらくでも、直行と一緒にいられれば、それでいい、という。ある疲労化をかけてきた安子に、僕は直行が修と一緒に自殺したことを知らされる。葬式の場に現れた幾くは、 なおゆきはずっとやすこが好きで思い切ることができず、そのために自分は寺へ行ったのだと急断する。だが町を去る日、やすこは僕によく、なおゆきと一緒にいるのを見た姉が邪推したのだと話す。やすこに見送られて、汽車に乗った。僕は自分もまた、やすこを愛していたということに気がつくが、すでに町は遠くへと過ぎ去った後だった。1983年。 大林のスタッフ全員が偶然2週間の夏休みが取れ、その期間を使い小さな 16mm カメラを柳川に持ち込み、スタッフも小規模の編成で大林念願の福永作品を撮影した。撮影は1983年9月10日から9月21日までの12日間。設定は架空の街であるが、撮影は福岡県柳川市でオールロケ。 原作の持つ思小説的な雰囲気を出すために1 6ト、mm、ルカメラで撮影した。大林は憧れの福永さんの世界、極めて純度の高い世界を描くには1 6ト、mm、ルこそが最良の媒体であると思います。3 5ト、mm、ルがあまりにも最大公約数的な商業主義の技法に定着し、8ト、mm、ルが すっかり同好快適おもちゃとなった現在、ちょっと中途半端なサイズだと思われがちだった1 6ト、mm、ルが、プロフェッショナルなエンターテイメントによく似合う、豊かでひそやかで、趣味的、参加性にも、十分に応えられるメディアであるというわけですなどと、話した。柳川での撮影日数はわずか2週間ほどで、撮影は、多忙を極め、死体役となって横たわっていた。 ミネギ氏、入江は、実際にそのまま寝てしまった。江口を演じる山下も寝起きのシーンで寝てしまい、カメラマンのスタッフも寝てしまったという。映画に出てくる路線は、旧国鉄佐賀線。冒頭とラストシーンに出てくる駅は、筑後柳川駅。1987年に廃線となっており、列車の駅も今ではもう見ることができない。 渦も漏れた名画を支援していた東京上板橋の上板東映での風切りを予定していたが、同館が1983年12月31日に閉館が決まり、ファイナルは大殺人、チアリ富士などの時代劇に決まったため、同館での風切りはならず。大林が作った目黒区駒場の映画館、アゴラのお年として、1983年11月4日7日。 11月29日から12月11日に初公開され、1983年12月21日から ATG で公開された。ありがとうございます。